大和郡山市の新年度当初予算案が発表されました庁舎の建設事業や近鉄郡山駅周辺の整備若い世代や高齢者の支援に重点が置かれています一般会計予算の総額は336億円で前の年度と比べて2億1000万円減少しています主な事業としては 庁舎に隣接して建設が進む交流棟の工事費など、庁舎建設事業に6億3047万円、近鉄郡山駅の周辺整備事業に5653万円、また、出産・子育て応援事業に3042万円、そして、春道認定こども園の耐震補強事業に1902万円。 高齢者と若者の交流を軸とした新たな取り組み、大和郡山ソリデール事業に152万円などがそれぞれ計上されています。